離れなきゃいけないの？クリス？スージーも戻ってきたの？ああ、いや。クリスがほら、帰る前にみんなに挨拶してって言うから。そうだったんだ。実は、みんなもお別れを言いたがってたんだよ。それじゃあ、本当に帰るときは、僕にも一声かけてね。ふっ、笑ってるって。忘れてなかったらな。ふっ。あ、みんな。おい、そこの、でかしたぞ。これで俺たちも大好きなパズル作りに復帰できる。それに、あんたが寄付してくれたおかげで、新しい帽子とシェービングクリームも買えたよ。あ、で、ヒゲとか剃れるんですね。よかったです。あ、みんな、万歳、おめでとう。出た。お前ら二人いたのか。うちら本当、あんたには感謝してるの。本当かな。あんたって本当、最高なの。それ本当に思ってるかな。グッジョブ。あなた方には感謝しておりますよ。これで私も宮廷コート掛けに戻れます。 あなたコート掛けだったんだ。そうそう、ヌイ殿にもここへ出てこないかと声をかけてみたのですが、興味がないようでした。あ、ヌイさん、ありがとう。いや、いいよ、その話が聞けただけで嬉しいよ。ただのボールでもありがとうぐらいは言える。いいね、もうやめてよ、泣くじゃん。どうどう、あんたたちには感謝してもしきれねえな。これで俺たちコマの困った問題は片付いた。これからは平和に暮らせるぜ。よかったよかった。いろんなことに小回りが効くようになるね。ついに暴君を権力の座から引きずり下ろしたな。よくぞ成し遂げた。では君に助力した私も報奨金をいただくとしよう。ただし、あの暴君が再び現れた時には、私は一切手を貸していないことを、貸していないことにしてくれたまえ。臆病なやつだな。さあ、ルール君、ルールのカードさん。下に見事なり、アミーゴよ。何日暴君打ち倒し、我が同胞自由なう。末永く語り継がれん。ルールのカードと、三勇者の英雄譚。お前何もしてねえだろ。あ、みんな。お前らならきっとやってくれるの、やってくれると思ったぜ。俺、敵なのにずっとお前らを応援してたんだ。それくらいこの仕事が嫌で嫌で。よかったよかった。クローバーさん。スイートな未来が待ってる。蜂のゲロみたいな未来でしょ。蜂のゲロって蜂蜜だよ。結果的に甘いってことか。国中が希望に溢れてる。なんかやらかしてないでしょうね。ありがとうって意味だから。次の誕生日パーティーも来てね。近いうちにまたやるから。誕生日は年に一回だよ。愉快な奴らだな。パーティーは誇らしげにこちらを見た。チュッ。ありがとう。なんかあったの？ずっと寝てて見逃したよ。さっきの軍にもいなかったのか、お前は。あ、みんな、どうやってここまで運んだんだ。あ、三王たちだ。四王の中の三王。なんと。では我らはどうなる？再び王の座に返り咲けるわけではないのか。ほう。我が財宝は無事だと。うん。ならばよろしい。まあ、財宝、無事っちゃ無事か。正直、うちらも最初は分からなかったですよ。誰を新しい王様にすべきかなんて。何しろ、ランサー王子には散々手を焼かされていましたからね。だけどランサー様は、あなたたちととても仲良くやっていた。だからきっと大丈夫だと思います。よかったよかった。あ、シェフ、その説はどうも。まあまあ、ミーバー。これはめでたい。ケーキでお祝いしないとね。今度のケーキは金属製にするよ。そしたら魔物に食われない。果たしてそうかな。動物たち。私たち動物で話し合いをして、王様も檻の中にいていいよね、ということになりました。ただし、彼らには動物の耳と鼻をつけてもらいますけどね。え？じゃあ彼らこれから動物にされるのか。ランサー君。スージー。それから最後まで名前を尋ねる気すらし、尋ねる気もしなかった青いやつ。おい。お前たちは、お家方面へ旅立ったのではなかったのか？ああ。
でもクリスが別れの挨拶をしたいって言うからさ。おお、そうなのか。あはは、それはおかしい。挨拶したかったのはスージーでは？だって僕様とお友達だから。は？あ、俺は別に挨拶なんてしたくもなくもなかったぞ。めっちゃいい笑顔するじゃん。なあお前、本当にこれから王様やんのか？そうだと思う。早速重要な規則をいくつか変更した。1つ、ライトナーがいても捕まえない。2つ、牢屋に入れていいのはパパたちだけ。そりゃいい。なあ、お前の親父は闇の泉を守ってたんだろ？その泉、俺らがいじっても大丈夫か？さあね。でもお前たちのやることなら大丈夫だって信じてるぞ。ランサー、ちょっとやめてよ。なんかまずそうな感じになったら、その時はなんとかすればいい。ちょっとやめてよマジで。ああ、だな。とりあえずやってみるしかねえよな。よし、じゃまたな。またいつでも来るがいい。我が国はいつでもピエロちゃんたちを歓迎するのである。よかった。さっきチラッと見えたんだよ君が。さっき助けてやったおかげで懐かれてしまったようだ。王様感はすっかり消え、むしろこちらを崇めるように見ている。かわいい。こっちはいけないのか？あ、いけないわ。 Cラウンド君ありがとう。また会おうね。俺君がなんだかんだでキャラクター的には一番好きだよ。え、ランサー君とルールのカードさんも好きだけど。いやーよかった。でもさあ、じゃあちょっと小走りで戻ろう彼らのところに。いや、みんなありがとう。ラルゼイ君ありがとう。クリス、スージー、もう行っちゃうの？さあな。俺はクリスについて歩いてるだけだ。右の方へ歩いてったらもう行くってことだろ。行こう。ありがとう、みんな挨拶できたし。本当にありがとう。またね。絶対来るよ。ラルゼイ君。その二人にどうしても伝えておきたいことがあって。僕。君たち二人と出会えて本当によかった。それでなあ、帽子の下でもごもご言うのはやめろってば。何言ってっかわかんねえっつの。あ、うん、ごめんね。え、嘘。クリス、スージー、僕ね。え、待って。近いうちにまた二人に会えたら嬉しいな。今度は美味しいケーキをたくさん焼いてあげるからね。おう、だな。うん。ラルセイ君、いや、やっぱり絶対なんかあるよ。絶対まだ何かある。よし、行こうぜクリス。また会おうね、絶対に。まあそうだよな。いや、絶対また来るからね。いや、ラルセイ君、あれが顔じゃなかったんか。それに一番びっくりしたわ。いや、でもあの顔は確実に見覚えがあるからな。他人の空似かもしれないけど、絶対また何かあるね。これが
その泉か。なんだろうな、なんかとんでもなく大事なものに足を踏み入れちまった気がしないか。ま、今はそんなことを考えてる場合じゃないよな。とにかく家に帰ろうな、クリス。泉の前に立つと不思議な感覚にとらわれた。それはまるで自分の魂そのものが光を放っているかのような。魂が、お、なんだ、おい、何も見えねえぞ。いて、おい、気をつけろよ。何の音？あ、あれ、ここって今は使われてない教室だよな。俺たちなんでこんなとこにいんだ。なあクリス、今のってさ、何だったんだ。さすがに夢ってわけはねえよな。ま、いいや、早く教室戻ってアルフィーにチョークは見つかんなかったって言おうぜ。え？あ、でも待って、これさ、チェッカーのボードだ。上にチェスのポーンが散らばっている。ボロボロになったぬいぐるみだ。あ、あ、ぬ、あ、ぬ、ぬい、ぬいさんじゃない？これ絶対そうだよね。で、これも最初の平原の色だし、これもあの森とか、あ、これも森とかだし、これあのほら、あのチェッカーのあのほら、地面のところあったし、明かりのスイッチだ。ってことはこれ落ちてんのトランプだわ。え？え？緑の亀を描いた拙い絵だ。紙は黄ばんでいる。緑の亀？亀？アルビンと名前が書かれている。アルビン？緑の亀っていうとこの作品シリーズだと、あの前作のショップの店員さんだったあのおじいちゃん亀しか出てこないけどな。今回亀って出てきたか。アルビンさんって名前だった気もするな。でもやばい、ちょっと記憶が混同してて分かんない、ごめんね。物置棚中に、あ、物置棚って言わないな、クリスは。物置棚の中にトランプが散らばっている。トランプだ、やっぱり。うわー、待って、じゃあ夢だったのか。でもそんなわけないよな、夢ではないだろさすがに。え、何だったんだこの扉は。あ、調べられない。あ、調べられるわ。鍵がかかってる。鍵か。あ、アイテムがまた戻ってるわ。ゴミの塊？インフォ。何かがギュッと丸まった小さな塊。こするとマシュマロの香りがする。シールのような香りがする。あのような匂いがする。難しいこと言うな。なんだこれ、ゴミの塊なんだろう。うん、自宅にとりあえず電話かけて落ち着かせよう心を。あ、かかった。クリス、今までどこで何をしてたの。ママは授業が終わって30分も外で待ってたのよ。え、ってことはもう授業終わって30分経ってるってこと。何度電話しても出ないし、もう心配で心配で。クリス、あなたには何か罰を考えます。え、お友達？まあ、お友達と遊んでいたの？そう。わかりました。
今回は特別よ。トリエルママ。もう少し冒険を続けていいことにします。ただしお家に帰ったら、今日はいつもより早く寝ること。それじゃあまた後でね。うわ、かけてよかった。冗談でかけたけど、かけてよかった。ハスジ。んだよ。もう日が暮れそうじゃねえか。みんな、とっくに帰っちまってるな。アルフィも、うちらなんかに雑用をやらすからこうなるんだ。じゃあ、帰るか。ちゅうことで、またな。なあ、クリス。明日、また行ってみような。スージー、やっぱり根はいい子なんだよな、マジで。鍵かかってる。え、この辺探索できないかな。鍵がかかってるのか、ここも。まあ、今回は、黙って帰るとするか。と見せかけておいて教室見に行ってやる。あ、入れるじゃない。あ、でもなんもないな。何もないか。めちゃめちゃ鳥鳴いてるしな。帰るか。え、待って。まさかこれ街歩けるの？え、それ最高じゃない？嘘でしょ？歩ける！図書館だった、やっぱり。やっぱり見間違いじゃなかったよ。入れんの？入れる。うわ、めっちゃいるし、あ、バードリー君。クリス、よかった。スージーに殺されちゃったかと思ったよ。まあ、俺もそう思われてるだろうなと思ってた。これで君に借金を返してもらえるね。借金してんの？ドラゴンの描き方。返却期限を2583日も過ぎてる。でも僕は心優しいボランティアアシスタントだ。今週中に返してくれれば罰金はたったの 64.23 ドルに負けてあげよう。どうだいクリス。てかお前らそんな2000何日もの仲なのか。本がある。ページを舐めた。おいしい。おい、これがフレーバーテキストというものなんだろう。最悪じゃねえか。何してんだクリス。いやークリス、キャッティはバイトがあるから俺が先に課題を始めてるんだ。もうこんなにたくさん写真をコピーしたよ。同じサッカーボールの写真が73枚コピーされてる。お前絶対それで終わらす気だろ。ティーンズコーナー、アニメのレビューが貼ってある。読む？読まない。読もうよ。ティーンズコーナー、今月のアニメレビュー、キスキスキューティーミューミュー2。ミューミュー2。嘘だろ、これアルフィーが好きだったやつじゃないの。ミュウミュウシリーズはミュウミュウ2から視聴したが、率直に言ってミュウミュウ1は猫耳付きのゴミ箱である。2はストーリーにダークさが加わり、より大人向けのテーマを扱っている。それティーンズか、ティーンズ向けか。それは果たして、これはすなわち視聴者を大人扱いしているということだ。一方1はビーチのシーンを10秒に一度見ないと死ぬ動物になった気分にさせられる。その上、ワンで描かれるミュウミュウのキャラは暗い部屋で一人寂しく食べるインスタントラーメンのような味気なさだ。めちゃめちゃ酷評するじゃねえか。2は13歳以上の視聴者の、必見の傑作ダークアニメである。匿名の黄色いトカゲ。アルフィお前変わったな。続編がめっちゃ面白すぎてワンけなしてるじゃねえか。大学の行くますので、テミめっちゃ勉強す。テミはイケメン悪魔がたくさん出てくる漫画を読んでる。イケメン悪魔がたくさん出てくる漫画、何羊だろうなそれ。あ、でもあれは悪魔か。本を読むのが大好きだ。特に上の階にある本、君もぜひ読んでみて。わかった。
じゃあ行かしてくれ。パソコンルーム、ネットサーフィンは自己責任で。っていうかしないで。あ、じゃあ死にません。窓越しにパソコンルームを覗いた。パソコンに向かって作業をしている犬がいるようだ。ゲームを作っているようだ。ゲームが完成したら入っても良さそうだ。犬を信じて待つしかない。おい、絶対これチャプター2以降の話してるだろ。超楽しみにしとこう、トビーさん。トビーさん、自分のこと犬にしがちだからな。やばい。一番話しかけたかった、この街で一番話しかけたかった人がいる、今そこに。いいんですか、話しかけても。安大所長。所長。交通整理をしてるはずなのに、実際は道路の真ん中で邪魔だどけと叫んでいるだけだ。素晴らしいとは思わないかね。これぞまさに整理されてるというものだ。本当か。てかお前も、てか前作いなかったか。なんかこんな顔のやついたよね。どうしよう。青い女の人が邪魔で進めないよ。これはひょっとして逃げろってことなのか。え、この角度でこの顔したこのポーズのやついたよね、前に。そしてアンダイン、久しぶり。うわ、もうその表情懐かしい。おいお前、車道を歩くな。お前もだよ。車が通れないだろう。お前もだよ。ああ、なんだ。アズゴアのおチビじゃないか。アズゴアという名前まで。すまない。最近どうもイライラしててな。仕事が退屈すぎるんだ。この街じゃ事件も起きやしない。まあ、平和な証拠だよ。ああ、何か騒ぎになるようなことはないものかな。お前が今騒ぎになってんだよ。どうした？何か通報したいことでもあるのか？そんないい笑顔で言うな。アルフィ、手伝う闇の世界。アルフィ。アルフィ？誰のことだ、それは。え？そいつが何か犯罪でも犯したのか？そうか。なら今度見かけたら体当たりしてやるぞ。ふんふんふん。アルフィとやらめ、覚悟しておけ。アルフィを知らない？待って、別人か？やっぱりパラレルワールドだな、これ多分。間違いないと思う。だって大親友だぞ。じゃ闇の世界について。なんだって？学校の中に闇の世界がある？うん。そうかそうか。ま、闇の世界を取り締まる法律はないからな。それは教育委員会の管轄だ。めんどくさいことを他に回すな。じゃあ手伝う。そうかそうか、手伝ってくれるのか。なら、誰かに銀行を襲わせろ。私がスープレックスを決めてやる。思いっきりプロレスじゃないか。いや待てよ。そもそもこの町に銀行なんてあったか。よし、誰かに銀行を作らせろ。別に他でもいいだろ。銀行じゃなくてもいいだろうに。病院だ。なんだこれ。病院の待合室に自然に出現するビーズのおもちゃだ。自然に？ビーズたちは物憂に決められたルートを進んでいく。めちゃめちゃ恐ろしいナースがいるな。あら、いらっしゃい。またピアノを弾きに来たの？患者さんたちにはあんまり聞こえないけど、私は楽しく聴かせてもらってるわ。普段ピアノを弾きに来るんだ、クリスは。お、何かの図だ。丸が一つとたくさんの線が書いてある。何かの図だな、間違いなく。なかなかヤバそうなのがいるけどね。痛みのレベルを10段階で表す、表だ。モデルにブルドッグンが使われている。ブルドッグン。レベル0では楽しそうな顔、レベル10では楽しそうな顔で汗をかいている。なんでずっと楽しそうなんだ。俺はこの白の魔法使いによって癒しの前幽閉された。だが俺の血は戦いを欲してたぎっている。あなたもなかなかですね。棚の中を見た。ものすごく小さなピアノが取ってつけたようにしまってある。またピアノか。ノエル。ああ、無理だよパパ。そんなこと言えるわけないって。言ったら死んじゃう。無理。ノエル、パパはママを見つけたとき、すかさずそばに行って、君はなんて生かしてるんだと伝えたよ。ま、強烈なビンタをお見舞いされて気を失ったけどね。パパなかなか頑張ってるな。
大丈夫か？あはは、パパそれ全然アドバイスになってないから。そうそう、ドラゴンブレイダー3はもう クリアしたのかい？ううん、まだアイスキャッスルで止まってる。だってパパと一緒にクリアしたいから待ってたくて。ノエル、いや待たなくていいよ。パパ、今度持ってきなさい。パパもう退屈で退屈で。やだもう。うん、分かった、そうする。今度持ってくるね。あ、もうこんな時間だ。そろそろ帰るね。宿題しなきゃ。お、ひょっとして誰かとペアになってやる課題だな。今回もまたあの鳥の坊主とかい？パードリーくんだっけ？違う、バードリーくん。そんなに悪い子じゃないよ。パパがベコベコにへこましてやろう。もう何言ってるの？安静にしてないとダメでしょ。窓のそばへ連れてきなさい。物を投げてやる。めちゃめちゃ冷静に、めちゃめちゃ娘の男友達に対して嫉妬覚えてるじゃないか。パパったら、私も帰るからね。ああ、気をつけてな。あ、あれ？クリス、いたんだ。なんであんな気まずそうだったんだ。なんだい君は、流しを使うためにわざわざ訪ねてきたのかい？恥ずかしがらずにおじさんと話をしよう。まあそうですね、こりゃジングルベラボーに驚いた。ジングルベラボーっていう言葉初めて聞いたわ。クリスマス関係の家族なんだね、やっぱり。まあ、トナカイだしな、どう見ても。今年はもうクリスマスかい？お前うまいこと言うな。なんて冗談はさておき、今日はまたどうしたんだい？ママに言われてきたのかい？違いますよ。へえ、クリスも随分大人になったな。おじさんも嬉しいよ。やっぱり昔からの仲なんだね。今の学校が何年生とか何学校かは分からないけど、まあ地域のつながりがあるんだな。ちょっと前まで何を考えてるのか分からんお隣の子だったのに。あ、お隣さんか。今じゃ何を考えてるのか分からん目の前の子だ。変わってないそれ何一つ。はっはっは。まあ冗談はさておき、何回さておくんだ。話したいことでもあるのかな。病気、ノエル、家族、全部聞いてみようか。ノエルは本当にいい子だ。クリスもそう思うだろう。賢くて優しくて、おじさんにはもったいないぐらいの娘だよ。ただな、怖がりなところだけはおじさんも気がかりでね。まあそうだね、最初のあの朝の学校の一場面でもね、確かにそういう面は見えてたね。ホラー映画に虫にサンタクロース、とにかく何でも怖がって。サンタクロースもヘッドライトに照らされた鹿みたいに固まってしまうだろう。小さい頃はベッドの下に人間がいると言って怖がっていたしな。かっこクリスも隠れて怖がらせたりするから、このいたずらっ子め。あ、そんな仲良かったんだね。とにかく入院してるとそればっかりが悩みの種だよ。自分の体のことなんかよりね。ノエルを近くで守ってやれない、それが何より辛い。あの子のことよろしく頼んだよ。いいお父さんじゃないか。患者の氏名、ルドルフ・ルーディ・ホリデー。どうしたクリス、おじさんの名前を忘れちゃったのかい？ルドルフさんって言うんだね。暇だけはたっぷりあるからね。じゃあ今度は病気、おじさんが入院してる理由かい？ちょっとまずいもんが見つかったんで詳しく検査してもらってるんだ。なーに心配ないさ、ホリデー家の男たるものこれぐらい余裕だよ。あっという間に退院だ。すぐにまたいつもみたいに、うちの庭の電飾のコードに絡まったクリスを怒鳴りつけたりできるさ。普段何してるんだクリスは。そしたら最後に家族について。うちの一家はみんな今でもクリスの家族が大好きだ。アズゴワとは大学の頃からの付き合いだしな。そういえばアズボーももう大学生か。おじさんとクリス、のパパが大学生の頃はパーティー三昧だったぞ。なんてな、
アズゴアはパーティーモンスターなんかじゃなかったさ。でもクリスのママはあれは筋金入れだったな。いつも出かけるまでは行きたくないって散々渋るくせに、パーティーが始まった途端弾けるんだからな。パーティー会場で遠くからライムパイを投げつけられたこともある。おじさんテーブルに突っ込んで料理が全部台無しになった。ま、美味しいパイだったからね。恨みっこないさ。いい友好関係だな。ガラスのケースの中にバラの花束が飾ってる。まったく、君のパパが花を持ってきてくれるのは嬉しいけどね。よりによってバラかい？美女と野獣じゃあるまいし。うまいこと言うな。ありえないよ。だってどっちも野獣だからね。うまいこと言うんじゃねえ。この人は愉快なキャラクターで俺は好きだな。さあ、なんかあれだね、これから先のお話では結構そういうホリデー家とも関わってきそうだな。病院に取ってつけたように置いてあるピアノだ。スペースにはまるように縮めてある。そのせいで良い鍵盤がほとんどなくなっている。ピアノを弾く？弾いてみようよ。ポロン。そんだけかい。人ポロンで終わりかい。こっちは、あ、警察署だ。警察署の入り口をノックした。誰かが窓の方へ近づいてくる。ブラインドを閉められた。そんな、冷てえな。あれ、警察のテープで封鎖されてる。テープにはぬわーとだけ書いてある。何を叫んでるんだ。もうこっち行けないんだな。じゃあダメだ、戻ろう。お、またいろいろあるな。やばいね。せっかく地上世界に戻ってきたのに全然、はぁ、